お疲れちゃんのスロットです。今日はですね、こちらの新兵隊ロイホグやっていきたいと思います。ということでですね、これね、現在世界2位だったかな、まあなんか1位とか2位とか、はい、ずっと上位にいる、この海外のプレイヤーが使ってる、はい、デッキとなっております。まあなんか今新兵隊ロイホグはなんかね、別にめっちゃ強いわけではないんですけども、まあエリジェイ環境なんですよ今。そうで、エリジェイに対してはね、もともと強いんですよ。そう、もともと強いんだけれども、エリジェイが強すぎて身体ロイフグでもね、なかなかこう負けることがねあったり、まあいろいろあるっていう中で、ちょっと仲間がちょっと変わりましたね。はい、やらめになってます。でこれがですね、まあエリジェイのやっぱボンバーとか、まあそういった小物系に対してね、身体ロイフグちょっと勝てないので、まあ矢の樽ですと。でエレスピとかが混ぜにくいになりましたよっていうので、まあ早速ちょっとこちらねやっていきたいと思います。矢の飴プラスの、まあ、タルババなので、まあ、小物系ですよね。なんか、枯渇とかにはね、より強くなったよねっていう。そう、まあ、その代わり、まあ、なんだろうね、ゴレとかの結構重量級で押し込まれるのが結構嫌かなと。まあ、でもそこに対してのね、対策っていうのがマザネクでね、はい、小物にしながらって感じかな。さあ、この相手のプレイヤーね、結構上手いプレイヤーですね。大会とかでも、よく上位にね、来たりとか、メガラムを使ってるイメージがあるんですよね。そう、ライト。もしかしたら、それかもしんない。で、これ相手ライト使った後なんで、これは一旦捨てますね。あー、でもダックプリなのか。おぉ、エレジャイ？あー、エレジャイのミラーじゃないこれ。もしかして。もしかしてというか、ほぼ確で。そこはちょっと受けが大変だな、これ。マザネクでもよかったけど、まあまあ、で、ここは許容っすね。さすがにここで折り裂いちゃうと、次のエレジャイがやばいんだね。さあ、エレジャイミラーライトニング、ダックプリユーのベビドラのやつじゃない？あ、ゴルナヘンだ。いや、ゴルナヘン見たっけあれ。なんか、これ動画上げたよな、俺。いや、これどうしよう。なんか、檻を使うと、おぉ、さすがにね、なんか嫌だなと思ったんで、エレジャイが。新鋭で受けます。よいしょ。さあ、まあ、で受けて、いや、いいよ。身体強いよ。さあ、ミラーエリジャイが来ましたね。いや、これは一旦捨ていいか。キング起動。さあ、怖いね。まあ、檻とザッピーでね、エリジャイ自体は止まるんですけども、問題この後衛ですね。はい。後衛のね、ダクプリゴルナイベビドラ U のトルネード。さあ、そこに対して戦えるかっすね。これはまあ相手がトルネも使ったので行きましょう。いて、範囲が結構いかれてんな。さあ、まあ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 、これぐらいは全然しょうがないですね。こんぐらいのダメージならね、やるよっていう。さあ来ました、ケツエレジャイ。これ2周回した方がいいかな、どうだろう。お、これライト打ってきたんで、まあ、一旦攻めて、新兵隊行くのか。さあ、まあ、一旦ね、一旦耐えです。はい。よしよしよし。これライトニング来そうだね。ライトニング来る？来ない？いや、でもいい。まあ、シーゼルーグはね、さすがにエリジェにはちょっと勝ちたいっていう。さあ、このベビドラも美味しい。ブーケーかいっすね。さあ、まあ、ザッピーを出しながらね、ファイボじゃないんでね。こっからの削りがね、ちょっとだけね。さあ、ヤナハメで削っていこう。変にユニット出すと危ないんでね。よしよしよし。いや、いいよ。こう高めでね、いいんじゃない？この高めでね、戦っていく感じ。さあ、ホバン、いや、ブーの一発でかい。よしよし。で、エレジャーを警戒しないといけないんで、僕は。よいしょ。さあ、ここは新体展開の、ヤナメ3周です。ヤナメ3周ってバカなのかな？いや、頑張れる。いやー、いい方ば、これ。ここ勝てるんじゃない？あー、ベビドラミラーもやだね。さあ、頑張ってもらう。あー、ザッピー。よしよし。これ、ヤナメ打つか、チャッチャ。チャッチャ打った方が良さそうだな。縦剥がす。いいヤナメ。さあ、こっからはちょっと、怖いよ。来
そうだね。さあ来ましたね。ザッピーだけは絶対。リアナメ回して。LJ 溶かす。まあ出す。よしよしよし。よしよし。よし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 。耐えた耐えた耐えた。リアナメ。いや、怖っ。マジで怖いな。新エタイロイフグってエリジェに対してマジで言ったら100ゼロぐらいだったんですよ、本当に。そう。まあでも今回のこの相手はね、やっぱダックプリもいて、ゴルナイもいて、ベビドラもいてっていう、まあ範囲マシマシなんでね。そう、これがボンバーとかだと、このヤナアメがね、すごい刺さるんですよね。今回に限って本当に矢が腐ってましたね。まあ、矢が腐ってたけど、まあ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 、やっぱザッピーのね、強さが出てましたね。松永もちょっと良かったな。まあ多分というか、まあほぼ確で、現環境を、新エタイロイフグで一番強い方が、まあこれっすね。そう、ゴルナイとかでもいいと思うんですけど、マザネクがね。まあ、世界ほんと上の人がね、そう、マザネクで上がってるので、マザネクなのかなっちゅうことですよね。さあ、来ましたね。ゴルナイ。まあ、ゴルナイもね、支援体力意外と嫌ですけどね。さあ、なんでしょうか。マザネク来たな。マザネクゴルナイか。これはでも意外と珍しいぞ。うん。おう。これ行ってもそうだな。よいしょ。なんか、ユニットいっぱい溜まってたんでね。行ってみる。うわぁ、ヤナメ強い。さあ、さすがにこれはタルーを打ってみて、ホバが残ると、ちょっと熱い。が、ゴルナイ回ってくるの早いね。ザッピー行け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 。ターゲがザッピーに行けば、ホバが結構殴る。よし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 、行け行け行け。で、相手のデッキはなんだこれ。ゴルナイマザネクヤナメ。ゴルナイマザネクヤナメ。いや、わかんな。なんだこれ。あんまり見かけないくない。ゴルナイマザネクヤナメ。いや、わかんねえ。ペッカだ。ペッカゴルナイマザネクヤナメ。怖いな。なんか30人が出てくると怖いよな。あ、マザネク持ってるんで、あんまなんかね、ここで死んでポッて出しにくいっすよね。まあ出すっすけどね。わお。あ、でもこれ、なんか良さげな形できてない?ホバだけ行ってみる。これなんか、あれで辛そうじゃない?よし。で、マーをね、しっかり撃破して、よし。いや、めっちゃ強い、新兵隊。相手なんかさっきグッドゲーム言ってたけど、これ。めちゃくちゃ基地用のグッドゲームだな、これ。多分、新兵隊が、バカなんだ、これ。新兵隊無理そうだもんな、相手。さあ、神相性引いたんじゃない?これ。いやー、とか言って、ここで、新兵隊展開していくと、多分ね、ペッカマザネクとかにね、行かれちゃうんで、ここは無理しないでね。無理しないで、おとなしく後ろからユニット出してね、イモりましょう。こんできね、そこそこにイモリ力も高いんじゃない?よいしょ。多分。イモリたい。さあ、すごい来たので、ここは新兵隊もやって、一体誰の豚で、どれがどれで、何が何だかもう何もわかんないんですけども。さあ、これはまあ、ロイフグ行って、ヤナム打っとけば終わりそうっすね。よいしょ。さあ、ザッピ16も来るが、止まんない。オーケー。さあ、これね。マジ、ペッカにはね、異常に強いですから、新兵隊。そう。しかも、相手突破口なさそうでしたね。そう、ナイス。さあ、今回も、神相性を頼む。なんだ、スケラ?なんか、スケラフリーズとか?なんか、そういう人じゃないっけ、この人。マジでごめん、全然違うかもしんない。ボンバー来た。エリジェイか?さあ、このボンバーに対してのね、やっぱ、ヤナアメが刺さるんでね。おいやー、わかんな。特殊なデッキ来たな。でもこれ、結構いい形。できてんな。おぉ、メガナイト。メガナイトーグ、メガナイトーグ、メガナイトーグ。お前がちょっと前動画出したやつだ。その一員だ。で、あとは、なんかね、プリンスとか、ミニペがいるんだっけ。いやー、ヤナメ打つか。打たなくていいか。うん。
コウモリ追加ぐらい来たら打ってもいいけどな。よしよしよし、いて、待って、結構いて、いて、ボンバー。さあメガナイトプリンスの呪文ザップだけだったね。そう、呪文ザップだけのホグです。まあ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 、芋っすね。マジでこれ同サイドにマザネクホバ一生っすね。マザネクホバ一生で芋れば、まあ、そのコウモリマジでうまい。突破しようとしてくるやん。突破しないで。さあ耐える。ユウのとこはいなかったよな。よしよしよし、いやマジでガン芋っすね。これもう一生全部固めていい。もう全部固めて芋って、毎回新一体の2体でチクチク稼いで逃げ切るぐらい。そう、これザップで一発押し込んでくんのかな、さすがに。よしよしよし、でもう芋るだけですね。あ、ヤナム削りで勝つぐらい。よしよし、いやここで組んだな。これここを突破されるとさすがにやばいんだけど、あ、そうだ、フリーズだ、やばい、フリーズ忘れてた、やばい、フリーズだ、フリーズだ、そうだ。いや痛え、今の今のバチコリ痛えな。いやでもこれちょっといいぞ、しかも逆目側結構許容できる。よしよし、いやいい、全然いい全然いい。いやこれ全然いいのか、俺大丈夫か。フリーズやめて。コウモリ、いや待って、奇跡奇跡、スーパー耐えしてる、スーパー耐えしてる。オッケーオッケー。いやこれガチで左落ちろ。最悪だ。うわめっちゃ振り付けされた。うわマジかよ、これこれこれもったいねえな。ギリギリなんか勝てそうだったな。ゴリゴリ突破されちもうたっすね。さあ JK ザラよろしく。まあ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 、やっぱ新兵隊ザッピーね強いんだけどね、意外とメガナイトプリンスコウモリまで来ると突破されちまうんだな。さあ来たラーバーハウンドです。これはまあラバルじゃなかったらいいなと思いながら、まあ一旦形組むっすね。うん、組んでラバクロかラバホリかわかんねえけど、フォーマーズなんかちょっともったいないかもしんないけど、まあまあまあ一時交換できるのは悪くないっすね。こんなここでさらにいっちゃう。いや、このディガマジで美味しい。ガチで美味しい。たるまでです。攻めちゃいたい。いや、これ美味しいよ、マジ。ヤナメだけでいい。よしよしよし。いや、美味しすぎる、交換、これ。美味しすぎる。めっちゃ笑ってんじゃん。俺も一緒に笑っとくか。グッドゲーム言っとくか。やるな。いやこれ結構いい流れだぞ。これだって相手バルーンないから、もう低めザッピーホバーマザヌクでもうラバーさえ溶かしてしまえば相手何もできないでしょ。グッドゲームとか言ってどうしようボコボコにされたらライドラ出てきたんだけど、そんなことある。いや、ヤナメ強っ。いや、もうライドラ強っ。まあまあ、ブーやって、ワンチャンキングまで狙っていく。ああ、ライドラババ型なんだ。ちょっと特殊だね。まあまあ、でもさすがに、さすがに、ライドラっすね。ライドラだけで俺の怖いの。うん。
すげえ、なんであんな余裕があるんだあいつ。こっから負ける側なのに。柳波にしますっていうゴッツプラン、ヤンキーゴッツプラン成功なるかな。これいやだ、マズネク強いな。ああマズネク強いわ。ヤンキーゴッツプラン成功。パバ、あ、柳波ゲンネだ。グッドゲーム、グッドゲームだ。ほれー、いやーこれは美味しいな。まあまあヤナメがねほんと良かったですね。そう、呪文ヤナメなのと、あとマザネクっすね。これがまたゴルナイなのかで全然違ったと思うんでね。ナイスママ。さあよろしく。最近ねマジで活発な子多いっすからね、本当にマジでそんなことなかったんだけどね、数年前まで。みんなストレス溜まってんな。クラロワで。みんなクラロワでストレス溜まってんだよな。もう溜まりすぎやろっちゅう。さあ、今回来たんじゃないこれ。神相性が。コカッちゃん。こんなんもんね、ザッピーから始まる CA に対して、ホバ追加で、ロフグ追加して、グッドゲーム。神相性説があるが、さあ、どうでしょうか。まあでもバルキリー大砲とかだとね、またね話が変わってくるかもしれない。鉄壁すぎてね。うん、まあこれバルキリー使ってるんで普通にブーいっちゃおうぜ。まあ、ヤナメも打っちゃう。うん、やりすぎ。これ調子こいてるかな。まあまあでもタルババもあるんで、プリンセスの処理にヤナメ使って防衛で毎回タル使っとけばね、もう理論上なんだそれだけで有利取れるというか。そこのホバですら相手だって嫌でしょ。なんならねタルババ攻めでここ行っちゃってもみたいな。うん、さあ神相性だぞ。まあこれが KK だったらちょっとね集中してやんなきゃ負けるかもしんないけど、 KK じゃないっぽいんで。うん、そう、まあここ延命してくるかもね、もしかしたら。なんで先に芝居ちゃう。定位置、えい。さあ盾の線使う。まあこういうとこおとなしく血神衛隊でもいいかもね、ぶっちゃけ。おとなしくしよう。うん、でプリンにやなめ、あ徹底したいな、ぶっちゃけ。一周目だったら特別にみたいなとこあるかな。さあ、ほどほどでね。このホバがいいよ。一緒飛んでんね。ホバちゃん。いや、いつ行くか結構悩むな。よいしょ。さあ、時が来るまで待て。よさげだったら行くだけだ。よいしょ。ロケットをね、ロイホグ行くと撃ってきそうなんだよな。いや、めちゃくちゃ様子見してるよ、俺。これやばいかな、もしかして。相手のロケ削りタイミングに来ちゃうかもしんない。よいしょ。これでもうざいぞ。うん、でもこれしてるだけでいいもん。ロイホグ飛ばしたら刺さったけど、飛ばさなくても大丈夫。一体だけタゲ取りにいいと思ったらめちゃくちゃあっち向いてんじゃん。やばい、なんかガチで一生死にたい出してる。来ました、神相性。もう死にたいザッピーで、プリンにやらめとかね、いらん。もうロイフ飛ばせばいい、ちゃっちゃ。よし。もうちゃっちゃ飛ばせばいいね。でもね、無視でもいい、なんなら。無視はやりすぎだよな。
無視はやりすぎだよなと思っていてもダメージが入るからいいや。いや強っ。さあ困ったら折り置こう。いやこれやばいね。これだってもう相性以外の何もんでもないもん、ね、これロケ削りくんな。こんなのんきに言ってたら。お、さすがに見せてくるな。さあタルで矢でごちそうさまして、まあまあも出して。いやでも相手うまいぞこれ。全然ダメージが、あ入ってんな。入ってねえやんって言おうとしたんですけど、入ってんなしっかり。さあで矢の雨も適当にかまして、縦の戦士こんにちは。さあロッケ、やばい待って、この攻めたるやばい。うっうっ、なー危ない危なすぎ。いやシャシャリタルパムとかやるとね本当に危ないですね。神相性だと思います、さすがにね。いやでも相手もうまかったっすね、危ねー。さあということで現環境型のね身体療法やってみましたんですけど、まあファイボがねない分ちょっとこう形組まれると怖いとかありましたけど、まあより枯渇とかね、まあラバとかには勝ちやすいんじゃないでしょうか。皆さんもぜひ使ってみてください。よければチャンネル高評価もお願いします。ではお疲れ様でした。またね。